どうも南翔です。あ、勝手に押して始まってた。やばい。まだ取り付け作業中やったから。はい。とりあえずですね、南翔です。銀行で取引のサービスやってたんですけど、やっぱり結構時間が当てました。なんかあるんちゃうかな。これあれや。理容店の椅子のやつ。味あるな。はい、タイでは、バンコク銀行というのが一番大きくて、メインは僕そこ使ってるんですけど、クレジットカード関係で、全然別のカシコンカードっていう、カシコン銀行というところのカードをね使ってやってるんですけども、作ったんですけども、やっぱりね、なんか人悶着あるんちゃうかなと思ったら、やっぱりその通りでしたね。結構人悶着ありました。はい、どうも、ひらりさん、どうもです、ただいまです。 H&M のある階に降りてきました。プラッとしながら、ちょっと 30% オフ大丈夫、最後は大丈夫でした。ただ、これ結構ええやん。パーカーが欲しい、ね、大丈夫だったんですけど、最終的には僕クレジットカードと普通のカードと両方持ってるんですけども、普通のカードの方の、これもいいな。普通のカードの方の暗証番号がね、6桁ってだったらしいんですよ。僕6桁っていうの全く記憶になくて、前にね、それも配信の時に僕登録したはずなんですけど、その 6桁押した記憶が全くなくて、で、適当に押してみたんですけど、やっぱりどれもうまいこといかんかったっていうことでね、で結局カード作り直しになりました。そんな流れでした。怖いっしょ。記憶に全くなかった。やばかったお前。クレジットの方がね、4桁なんですよ。で、4桁はもう間違いなく覚えてるんですけども、間違いなくて、俺またなんか変な番号にせんかったやろな。クレジットの方は一旦センターから送られてきた後に、これいいよな結構、でも上からかぶるタイプやからな、ジップタイプにしたかったな。いけてるはずなんですけどね。あ、これジップタイプや。っていうので、ちょっとね、大失敗してしまいました。フィッティングルームあるけど、ちょっと来てみようかな。799バーツ、800バーツとして2400円。値段も手ごろやな。悪くない感じやな。さあ、これちょっといかんね。ちゃんときっちり畳みました。そんなことでね、ちょっと、困ったんですけども、最終的にはね、あれができて、
まあ、窓口で、その送られてきたスリップを見せて、まあ、あのこういう感じやったんやけど支払いあのしたいって言ったら、まあまあそれはじゃ あの受付のカウンターでやりましょうということになって、まあ、それで行けたんですけどね。いやお前ちょっとビビりました。あのこのまま俺はどうなっていってしまうんやろうと思って、あのカードの支払い期限も結構まあまあまあ近かったんですよね。だからできるだけ今日済ませたくてやばいなと思ってねっていう状態だったんですけど、まあそんなことであの辛くも、クリアしてきました。いや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 、まあ、そんな今日この頃です。まああのバンコクあるある、これもバンコクあるあるなんですけどね、結局ね、あのよくある話じゃよくある話でもね、6桁でやった記憶がね僕には本当に全くないんですよね、まあ、とりあえずは良かったですよ。でも本当にとりあえず良かったです。あの身に覚えがないと、もうこのことやね全く覚えてなかった。でもそれでちょっとね結構時間かかってたんですよね。あのまずはこれこのままあの銀行のそのなんていうんですか、あの ATM 機で入金できますよということで、まあ、ATM で入金しようっていうのをねトライしようとしてみたんですけど、これもねまた面白い話なんですけど、まああのお金のね、払い込みっていうことで、じゃあお金の入金ということだからということでクレジットカードをね入れるもんだと思ったんですけど、これクレジットの方はクレジットでやりますよって係員も言ってくれてたんですよ。ところがあの、これちょっとあのタイ語でね全部あの指示が出てきて、で僕は結構ちゃんと選んだつもりでいたんですけど、あんまりちゃんと選べてなかったみたいで、あの出てきてしまった。あれ資生堂銀座東京って書いてますね。東京銀座ってあっちにも出てますね。なんかの発表会なんですかね。で、やってみましょうということで、ついてきてくれたんですよね、その人がね。弾かれたんやったらって、弾かれたっていうか、操作がわからんかったらちょっと私もやってみましょうって言って案内係の人がやってくれることになったんですよ。で、あ、これ心強いと思って、これ絶対いけるわと思ってね、並んでたというかやったんですけど、そしたらあのその人が、あ、これこっちじゃないよ、銀行カード出して、あれあれ あなたクレジットカードの方はクレジットでのこっちのカード使ってくださいって2枚見せた時言ったやんみたいないきなりから反対側かよみたいなね、そんな展開でした。で、まあ、銀行カードが出てきたんですけど、その銀行カードの、暗証番号を入れて言ったら、そしたら、こう1個ずつ押していくごとに、こうポツ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 とこう、なんていうんですか、1個ずつ埋まったよっていうとこいうのがね、こう、ホールみたいなのが空いてるところがこう1個ずつ白い、チェックが入っていくみたいな感じになったんですけど、6個並んでるんですよ。でこれ 6桁ですよってその人も言ってて、4桁まで押したところでパタッと止まってしまって、えみたいなことになってね、そんな感じでユニクロに来てみましたこれタイのユニクロです。いやーちょっと焦ったな6桁ですよ言われて、なんかねああいう時打てなかったらなんかね怪しいじゃないですか。もうじっとーっと汗がにじんできてえマジでみたいな、6桁って、いやーほんま6桁怖いな。でね、今日まあそのもうこのカード使えない、その、暗証番号使えなくなったら、このカード自体破棄しないかんことになるので新しく作り替えてくださいっていうことになったんですけど、まあで一回トライしてみたんですよ。もうとにかくギリギリまで行っても捨てるんやったらもうギリギリまで行っちゃっていいやろって、あいいですいいですって、でやっぱダメだったんで、まあ元に戻るだったんですけど、僕はあのクレジットの時もそうだったんですけど、全く3つある窓口のいつも真ん中カウンターで処理してもらって、なぜかね、あの受付番号が回ってくる順番がいつもそれで、でそれで行ってみると、また同じ人でね今回も、で あの前も私でしたけど暗証番号忘れたんですか、あのまだほとんど使ってないんじゃないですか、1回も使ってないんですよね確かにね
そんな感じ。あ、ユニクロのね、値段、2990ウーバーツです。このタイプのやつで。ウルトラライトダウンで。これ結構日本で売ってるやつだと思うんですけど、3000バーツだとさ、9000円。結構ちょっと高めだと思うんですよね、日本に比べると。このタイプのやつはもうあるからな。これでもそうか、俺パーカーにせずにこういうやつにしようかな。いや、やっぱパーカーがええな。あのタイプのやつハイネックなんやな、俺持ってんの。ちょっと寒いとこ用すぎんねんな。あー、こういうタイプでも悪かないな。いや、前でな、ユニクロで買ったやつ、ここのファスナーのとこ壊れてもうたやな、すぐに。ちょい高いでしょね、ちょい高いでしょ。例えばこのタイプのね、この薄手のあの、まあジャケットタイプっていうかのあのやつなんですけど、これで1290バーツ、これ1490バーツが1290バーツ、1300円として、3900円、ちょい高いんですよね、やっぱりね、ちょい高いですっていうので、もうちょい安めになってなかったら、あ、こういうタイプいいな、これいいやん、990、3000円、あ、これいいね、これにしようかな。問題はここなんやな、壊れるかどうか。あ、これは壊れへんわ、鉄でしっかりしてるから。前僕ユニクロで買ったやつプラスチックだったんですよね、それで壊れてしまったんですよね多分。これ全然いけるやん。ただ結構ちょっと生地はごついな。ウィンドウブレーカー、そうですね、ウィンドウブレーカー、さっきのウィンドウブレーカーで、こっちはもうちょっとパーカーっぽくなってるやつですね。あ、でもごついてても後ろはそうでもないのかな。でもしっかりしてますね、確かに。これ作りはゴムのとこも伸び伸びにならなさそうですし、あのフードのとこメッシュになってますよ。これあれやな、これ全然さっきのあの H&M よりはるかにいい感じするけどな。でも H&M の方が安かったは安かったですけどね。ちょっと軽く羽織ってみようかな。あ、初見です言うて、詐欺、また詐欺仲間がやってきた。さっき仲間って俺もやってしまう。螺旋階段の話を姉に語りすぎて。そうなんですね、俺のコスプレをしてマジっすか。ちょっとこれいいやんね、これ買おうかな。ちょっと羽織ってみる。フィッティングルーム入るのはね、ちょっと大事ですけど、これやったら軽く切れそうや。 S でいいよな、もう俺ちょっと太ったからやっぱ M なんかな。ちょっとすいません、グリグリ動いてしまうかも。あ、 S いうとこ取れた。 S 取れてしまった。ちょごめんなさい、取るつもりじゃなかったのに。ちょっと小さいわ、やっぱりちょっと小さいわ。ちょっと一体 S つけといて、 S よりも M が好きそう、さっきも M やったからね、結局診断で S の方にはいけなかったからね。これ M やないとダメですね、これね。ちなみにこのさっき聞こえたかもしれませんけど、ユニクロの店員さんの挨拶はユニクロサワディカーです。ユニクロこんにちは言って、そのまま直訳したらユニクロよこんにちはですね。ユニクロの店員さんがユニクロにこんにちはを言ってるっていうね、なんか珍しいパターンですよね。ね、じゃこれを S をどの位置に貼らないかん、ね、この辺やったな、この辺、ここやった、ここやった。
これまっすぐ貼って、あちっ結構まっすぐ貼るの難しいな片手で。バッチリじゃないですか。バッチリチリスケですよ。ダンスするときに床、あ、え、あれなんですか、タイさんってダンスしてはんの。体のフィットしすぎ、ダボダボしすぎる、フードがでかくて雨風しのげるね。ああ、わかりますわかります。その感じいいっすね、いいっすね。ちょっと M 行ってみよう。 M どうよ。パーカーね、でもこんな感じなんですよ。これ良くないっすよ、このパーカー。これ結構僕これいいなと。え、俺の名前がチリスケなっちったんですか。俺の名前が新しいな。あ、これいい感じやん。ちょっと一回行きます。もともと関東のダンスチーム、マジですか。え、今ピンで余計かっこいいじゃないですか。どうですこれ。うん、あ、これ結構いいやん。どう？結構ええぞ、うん、結構いけてる、結構いけてる。俺の名前はチリスケ。1500円でナオンセール。やっぱりナオンセールなんや。なオンセール。ストリートでさえ踊ってない、マジで。いずれ配信、いや、やりましょうよ、やりましょうよ。これ全然いけるじゃないですか、これ。うわ、どうしようかな、990か。ちょっとな、あの大金を払った後にこれに手を伸ばすのはちょっと手を伸ばしにくいけど、これ残りが少なそうなんよな。M もう一着しかないね、見えてるとこにあんな。ちょっとフード浅めでしたね、確かに確かにそうやった。でもぴったりしすぎてなかったのはそうでした、そうでした。でこれぐらいの感じやとちょうど僕ね、このね、あの、あ、ここに外ポケがついてんのもいいよな。これって外ポケここにあるけど、まさか内ポケがあったりするとか、そんな便利グッズは、そんな便利グッズはないね。何使っちゃったんですか。ああ、あれです、あの航空券の支払いに今使ってしまったやつですね。まあしゃあないんですけどね、前に買い物してるやつなんでね、しゃあないんですけど、ちょっとスポンとお金が消えてしまって、秋パーカーって感じですよね。いや、これええなぁ。うわ、どうしよう。今のあのワードローブから考えて、やっぱあった方がいいよなぁ。いや、でもいかん。最近ちょっと使いすぎてるから、一回流そう。990ってこれだって値引き価格とかでちゃうもんね。これ新作ですもんね。うん、2色使いじゃない方もあるけど、材質は一緒やし値段も一緒やね。あ、これひょっとしてあれな、上下セットになってないね。なってない。これね、実はね、こんなね、蚊の小網になったやつのパーカーとか本当はあったらええなと思ってんねんけど、まあ出えんよね。でもそんなやつね、めったにそんなパーカー壊れやすそうやもんね、作りが。こっちはもっとパーカーしてる。ああ、これはスウェット地や。まあスウェット地もええねんけどな。っていうかジャケット地のやつめっちゃ安いやん、これ1490。
ちゃめちゃ安いやん。悩むな。冬でのコートとかジャンパーは着れば寒くないですけど、そのフードが邪魔。ああそうそうそう、だからフードのとこ柔らかいのがパーカーのねちょっとポイントですもんね。コートの場合とかってゴワゴワしてて外出てんのちょっと面倒くさい時ありますもんね。また旅に出る、まあ旅には出たいですよ。スピッツ僕はきっと旅に出るね。ああいいっすね、いいっすね。あれ入れない、コメンテーターのサーバーが落ちてる。マジっすか、マジっすか、マジっすか、大問題じゃないですか。じゃあ俺の方どうなる。あ、ちょうどテロップ出してないからパーカーって出してみよう。どれぐらいの速さで来るんやろ。パーカータイでは薄手が役立ちますね。そうでしょ、そうなんですよ。だからちょっとごつすぎるのも嫌やなと思ってるんですよね。でこまあなあ、でもなやっと入れました。ツイキャス、あそうですよね、最近重いですよね本当に。そうなんですよ、ちょっと重いですよね最近変に。なこっちにちょっと大人な感じのなんかブルゾンっぽいのがありますよ。でもこれは嫌やな、このタイプは嫌いやな、この丸首のこのタイプは嫌やな。なんでこう大人使いになると急にちょっとダサくなるんですかね、そのわけが知りたい。小1時間ぐらい問い詰めたい。あこういうのもええんやけどな。変わり種パーカーは島村に、あ島村ね、あ島村に多そう、確かに。こっちの方とかないかな、もうないか。あなんかあると、これはあこういうことか、これなんなん、ポケッタブルパーカー。あまあ確かにそれポケッタブル、あのねめちゃくちゃ薄いんですよ、ほんまにものすごい薄さなんですけども、こうポケットに入れられるというタイプ。これね確かに持ち運びには良さそうやな、めちゃくちゃ。どうなんやろうこのタイプ、欲しいか問い詰めたい。知ってた、あたまたまね、でも知ってた言うても僕あれをどういう人がどういう形で流行らせてて、なんでああなってるのかがよく分かってないんですよ本当はね。あの適当に適当に、まあかなり適当に言ってしまいました。このタイプのやつな、ええっちゃええんやけど、どうなんやろ、ものすごい薄手なんですよね。これね何をしたいかというと、あのクーラーが効きすぎてるところでクーラー防止をしたいんですよ。ちょっとまあとりあえず着てみようか、とりあえず着てみよう。持ち運びは絶対ものすごい便利やぞこれは。軽さなんかものすごい軽いし、発掘の80近い先輩が、おお80歳近いんですか、すごい方ですね。もともといい量、あーなるほど、島村って1店舗に1種類しか服、あーそうなんですか、そうなんですか、その手は1つあると便利。あやっぱりそうっすか、えこれもいけてるね確かに。あどうなんやろう、これぐらいやったら風ちゃんと防げるやろうか。ちょっとどっかに鏡ないかな、あちょっとその前に置かないか。やっぱりそうですよね、タイのクーラーは冷えるのでクーラー病にならないためのアーマーが欲しい。あそうそう、あのねクーラー病もそうですし、あの妙にね微妙に寒いんですよ、微妙に。その微妙さをね、俺微妙さから自分を救いたい、セーブ・ザ・微妙なんですよ、セーブ・ザ・微妙やりたいんですよ。どっか鏡ないの、鏡よ鏡、鏡や鏡、鏡さん、これ来てうろうろしてたらちょっと、あそこにあった、あったあった、どうなんでしょうこれ、ど
うなんですかこれ。ちょっとはみ出してるけど、悪くはないよ。パーカーは？パーカーはまあちっちゃいはちっちゃいね。確かに軽いしな。悪くはないけどな。なんか怪しい人間っぽいよね。ちょっとね。あ、ちょ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 。あ、これね。どうです？妙にね、微妙すこやくない。そうです。自分がカメラに映らなくても、いや、まあ適当っすけどね。あ、動きやすい動きやすい動きやすい。フードのフォルムかっこいい。あ、ね、ちょっとなんかこういい形になりやすいでしょ。ランニング用の薄手パーカーで、ああ、なるほどね。色的に似合ってる。マジですか、マジですか。黒じゃなければ怪しさは大丈夫。まあ中に着てるね、インナーがきよりちょっと派手な色で着てしまったんであれなんですけど、まあ悪かないよな。よし、これいっていいん違うんかな。怪しく見えない。あ、ほんまに。よし、フード深いから編み紙に。そうでしょう、それもある、それもある。一個ねちょっと気になってんのはこの端っこなんですよ。この端っこが、ここがゴムになってるんですけど、こんなゴムなんですよ。これって結構すぐに伸び伸びになるようなゴムじゃないんですかね。これ端っこ気になるでしょ。ここだけなんですよね今僕はちょっと気になってる。あとはもうほんまに俺思ってる通り、これ全然いいです。あの中にちなみにこのポケットもあるし、さりげにメッシュポケットもすっごいいいんですけど、この伸び伸びになってしまわないのかな。このね、これ下もそうなんですよ。下もこれこういうゴムなんですよ。絶対伸びるでしょ。あ、同じパーカーばっかり着なければね。僕ね結構ね室内で着るつもりやから、雨とかで伸び伸びになることはないと思うんですけど、どうなんやろ。あ、ワイフシに直した。あ、そうか、店員に聞いてみよう。あ、これ伸びるかどうか。いや、でも絶対これ伸びませんって言うでしょ多分。あ、裁縫系やからね。今はどれもそんな感じ。あ、そういうことか。うわー、さっきのパーカーとどう思います。いや、伸びますよって言えないでしょ絶対に。言わないもん。だって特にタイの人は絶対言わないもん。日本の人やったらひょっとしたらね、あ、まあ、あの、あっちに、こっちに比べるとこっちはちょっと伸びやすいですかねとか正直言ってくれますけど、絶対これタイの場合はどっちで聞いても絶対にあれですもん。あの、いや、どっちも大丈夫ですって、いけますって絶対言うもん。伸びますよって笑うでしょ伸びますって、あ、こっちも伸びてますとかねそれないっしょ。通販で買います。あーね、そこね、そうなんですよね。ちょっとね、俺もね通販とかの方がええんかな。どうしようかな。これも990なんやろ。もしどっち言われたらどっちがいいです。さっきのパーカーとこっちと。薄手の方が絶対使いではええよなほんまは。あ、伸びますよ、ご覧ください。これ伸びてますって、もうね、そんなそう言ってもらえたらありがたいね。そう、それ言ってもらえたら来て確かめたい。そうでしょ、そうでしょ。そうなんですよ。あのね、どっちも着心地は良かったです。で、便利そうなのは絶対さっきのやつです。でもしっかりしてそうなのと、あと、まあ、防寒はどれぐらいの感じでっていうのがあるからだいぶ違うんですけど、きちっとやっぱ防寒したいなってなるんやったらもう間違いなくこっちなんですよ。でもな、確かにな、これ太一さん言ってたようにね、ここパーカーのね、ここ薄いのはちょっと僕もなんかちょっといまいちかなとは思わないではないんですよね。あ、もう終わる。一回切ろう。一回切ります。